偉すぎこれ。高木すげえ。そいつの凄さがわかるよな。けえ。ねえ見た ?2 日で1650超えました。先生むっちゃレート上がってない？めっちゃ MR 上がってる。ミスった。偉すぎこれ。偉すぎ。いやもったいないな今の。殺しきれてたな普通に。こういう時は SA1 がないとダメなんだろうな。難しいブランカすげえわ。高木すげえ。やっぱそのそいつが使ってるキャラを使ってからやっぱ初めてそいつの凄さがわかるよな。まだちょっとミスが多すぎる。あまりにもまだまだ。あとセットプレイもっと覚えたい。足りない。なんか中央のセットプレイとかもうちょい知りたいんだよな。高木に教えてもらわねえと。でも多分あいつ寝てる。完璧完璧。あまりでも美しい。うわー、ここをマジ落ち着かないとな。あぶねー。けーねえ見た？ねえヒカルさん今の見た？中足 OD ロリから SA2 発動入れ替え人形。俺できる。ヒカルさん俺できる。あれ俺昨日教えてもらったことできるようになってる。ダメ。どうですか師匠。師匠どうでしょうか。完璧っすか今の。1650来ました師匠。二日目。俺あんまり何日でどこまで来たっていう言い方好きじゃないんだけど、二日で1650来れました先生。こいつセットプレイお化けです。楽しすぎるだろ。やばいマジで。教えてもらったこと全部できるようになってきてる俺。
見ました？ちゃんと暴露に入れましたよ今。これ強いっすね。これ強くない？マジで日中 P からロリロリ神降臨。ちょっと嬉しいかも。今のちょっと完璧かもしれない。むっちゃレート上がってない？めっちゃ MR 上がってる。さあ俺ヒカルさんの対戦動画見ていい？師匠の対戦動画見ていい？うわこういうのよ、こういうの。うわよくやるわ。引き中継弱コアの後あれ2中 P の差し返し狙ってるよね多分。まあ、なるほどね、そこで狙うんか。うわやらしい。123中ロリ、なるほどね。あそこでにあの相手から相手があそこで技を振り返してのをガン見して日中 P 当てるってことか。なるほど。出た、足りない時のやつだ。うわー発動したかった。やばい、分かるようになってきた。ヒカルさんが何考えてるか分かる。今のはもう無理やりあれだよね、多分コパンで一番リーチの長い技で触って発動してどうにかしようってやつだよね多分。えこれベティって、ベティってあのベティ、出たベティちゃんじゃん。この色合い、青色。この色合いはベティちゃんでしょ。古来からのセス使いとか言って、ちなみにヒカルさんもセス使いだからね、古来からの。あそこのそこすらにしたらタクいけるんだ。へえ、あ届かない、悲しい。これはあー確かに SSCA だもんな。うわー俺なんか今 SA2 を覚えたててさ、 SA2 をだからこういう時はちゃんと SA3 行かないといけないんだな。なるほど。ほんなじゃあまた、アリケンブランカ編、今日は MR50 プラスでね、昨日教えてもらったことをもう大体全部できるようになったのでよしとします。1700までは今覚えてることだけでいきたいな。